テレ朝動画。強烈です。中西がよろめく蹴り、よしやってやってきたな。見た目も豪快でなおかつ美味しく、男の料理そういうもの出したいから、うん、これ俺じゃなくてもいいじゃないですか。自分でやった方がいいんだよ。ついて早々段取りもなくいきなりこの収録の参加としてありがとうございます。乾杯が一番最初じゃなかったんですけど、はい、順調めちゃくちゃですけど、でも、ありがとうございます。今日は来ていただきまして、はい、バイ。おー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 、はい、もう食べちゃったんですけど、はい、あのなんかポイントとかいろいろあったんですか。あ、いや、あのポイントはあれですね、このメニューともう、もうやからな、いただきましょう。うまいですか。ああ。おとといか、はい、4人でタッグを組んでます。組みましたね、はい、4人組になってます、はい。いや、本当に初めてですよね。新日本プロレス 10.12 両国国技館、今日どうですか、今日の試合は。いや、今日の試合はまあまあ久しぶりに、いや初めてちゃうかな、4人で組むのは、うん、久しぶり。結局前も組めなかったん違うかな、4人で組むのは。新日本では初めてじゃあ4人で組むの。ああ、なんか見どころは、はい、見どころは。で、見どころはあれでしょう、ココイチの勝負強さでしょう、はい、相手はね、ちょっとね、まあ、相手は確かに能力が高いけど、確かに能力が高くてやっぱ動けるけど、もうそやけど、まあ、バラバラになりがちやから、うん、俺が俺がで、うん、でもまあ俺ら4人は、自分のやるべきこと分かってるから、うんうん、そういうことで俺らの方がまとまりやすいから、その時のココイチの集中力、ココイチの決めでは負けへんと思う、うん、記念すべき試合やから。いや、本当に初めてですよね。あ、違うんですよ、いろいろ調べたら、うん、去年の、うん、7月に組んでたんですよ、これ。あら、あら、初めて新日本で初めてって思ってたんですけど、ファンの方が教えてくれて、去年の、G1 始まるちょっと前の7月の、うん、7月の、ね、4日ぐらいにやってるんですよ、はい、いや、やってるんですよ、調べたんですよ、マジ。そこがで、その時の感想も自分たち、今回新日本で来るなら初めてだからコメント出してるんですよ。ボケてるんだよ毎回。でももう完全忘れてて、ファンの人が教えてくれて、キングプロレスの最初ってのしてる、全く忘れてました。俺も全然忘れてました。でもなんだ、初めてやってるから、そうなんや。僕も完全に別にそれ以上は、自分もそう思ったんですよ。したらファンの方が教えてくれたんですよ。これね、あんまりこのスペシャル感なかったと思うんですか。あ、実は。いや、でも俺らだけの気分的には初めてのような気分的に、まあ、何よりちょっと考え深いもん。全然初めて、2回目の2回目だけど、新日本で2回目の、めったにないもんね。そうですね、まあ、っていうか俺らずっと対立関係にいたじゃないですか、学校時とか。そうですね、ほら僕たちね、ジェンダーモードとかに聞いてる昔は2014年7月4日、後楽園ホール。やってんだ。やってます。ですね。真壁、本間、キャプテンニュージャパン、田口隆二。長田裕二、バックドロップボール。
この時のコメントは長谷さんのコメント、新日本で初めてやね、このチーム、この4人のチーム、天童さん、またこれを取って同じ天童さん、天童さんが今までなかったのが不思議なくらいやで、長谷さんが正直言って全然疲れなかった、で中西さんが皆さんええもん持ってるし、俺だけベルト持ってないので、ぜひ僕もベルト取りたいと思いますんで、よろしくお願いします。ちょうど1年前の7月ですね。あれ早いっすね。そうだね、去年ベルト持ったわ、俺今思い出したな。去年の7月。そうだね。同じようなコメントしちゃったって全く一緒です、コメントしっかり長谷さん、俺ほど意識されるチームはない、できました。おお、なんかこれある意味どうでもいいじゃんどうでもいいなっちゃう、それメインじゃないよね。じゃあしかも3つ目、第2試合いやだ、そんなもんすよ、やっぱりスペシャル感ないだけ、そんなもんなんすよ。